か香港健太チャンネル健太です。おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今年も1年どうぞよろしくお願いします。では本日も早速やっていきましょう。本日1月3日月曜日です。現在時刻6時51分です。本日最高気温21度最低気温15度で晴れです。降水確率は 10% 以下なので雨の心配はないかと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は26名でした。うち26名が海外からの入国者です。国内感染者および死者は0名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回以上のワクチン接種完了者が488万3654人、人口の 65.3% でした。必要回数以上のワクチン接種完了者が466万5161人、人口の 62.4% でした。ブースター接種済みが39万5000トンで25人、人口の 5.3% でした。また前回ね、私が、言ったワクチンのブースターを接種するのに、今年からという話だったんですが、今年からではなくて、もうだいぶ前から始まっていたみたいです。ご情報を失礼しました。以上コロナ関係のニュースでした。さあ本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時30分です。ビットコインの価格は47,300トンで73セントでした。ここね、1週間の値動きを見てても、年末からどんどん下がってきてるって感じですね。以上ビットコインの価格です。さあ皆さん、ここね、休みが2連休しかなかった香港なんですが、いかがお過ごしでだったでしょうか。今回のね、お正月休みは香港は、31日金曜日 で1日月、土曜日か、1日が土曜日で、2日が日曜日で、本日3日で出社の日なので、2日間の休みでしたね。いやー、本当今回のあの1日の場所が悪すぎる。土曜日と重なるって最悪ですよね。せめてあの金曜日か月曜日になってくれたらいいのになって思いましたが、まあしょうがないですね。ということで、普通に土曜と日曜の休みみたいな感じになってしまいました。いやー、やっぱね、あの日本みたいにね、長い正月休み欲しいなと思うんですが、まあ香港はね、細かくね、旧正月休みとか後から来ますし、イースター休みとかね、結構、毎月とはいかないにしても結構いろんな、ほとんどの月で散りばめられていて細かく休めるので、まあ、それも悪くはないなと思ってるんですけどね。この旅行のハイシーズン、オフシーズンって意味では、僕らが旅行に行こうとするとき高いのはですね、結構飛行機の切符だけで、香港からね行ける別の国はまた別の休みがあるので、別のハイシーズン、オフシーズンってあるので、結構あのオフシーズンにね重なることが多くて、私は、そういう意味でもなかなかいいなと思ってるんですけど、それはもう日本も同じなんですよね。私の場合は香港、旧正月にね結構日本行くのが好きだったんですが、なぜ旧正月に行くかっていうとですね、旧正月に行くとみんな仕事をしてるんで、営業周りにも使えますし、遊びに行ってもねなかなか、まあいろんなところがねあのガラガラ空いてて非常に便利なので、日本のオフシーズンに香港のハイシーズンが重なるといいなと思います。まあ、飛行機代はねどっちにしろ高いんですけど、ホテル代とかもねそんな高くならないので非常に便利です。皆さんは初日の出見に行きましたか？いやー、私もね初日の出を見ようと、まあ、家からねそんな遠く行ってるわけじゃないんで、そんな頑張ったわけじゃないんですけど、朝起きて、初日の出を見に、海の方までね歩いて、まあ、ものの徒歩5分で着くところなんですけどに行って、で初の日の出をですね待ったんですけどね、今年は結構雲がね、暑くてですね、雲が見えたのがですね、確か日の出が7時5分だったかな、
なんかそれの30分から45分後ぐらいにですね、かなり上の方の雲からですね、ひょっと雲と雲の間ですね、あの間にある隙間からね、ちょっと顔出したぐらいだったんで、ね、なんか初日の出感がなくてですね、ちょっとがっかりしてしまったっていうね、そんなストーリーがありました。知り合いはね、結構山の上も登って、しっかりと初日の出をね撮りに行ってるみたいなんですけど、いやそこまでガチでするね元気もなかったので、そこまでガチはしませんでしたが、いやー本当初日の出はでも見たかったなと、まあ、見れたっては 見れたのか、日の出というかもう初太陽ぐらいな感じだったんですけどね。さあ事務所も近づいてきたので、そろそろここまでとさせていただきたいと思います。今年もね、今年が始まって3日目、仕事でいうと今日が初仕事ぐらいな感じなんですけど、今年も1年頑張っていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。ジョイキン、またね、バイバーイ。